とですね、一撃屋、前田まで売ってました、物販で置いてましたので、一撃屋 T シャツが、この度、めでたく全部完売となりまして、スクエアエリアで作らせてもらったスクエア T シャツも、なんと完売いたしましてですね、現状物販に T シャツがないということで、今回、新たな一撃 T シャツをもう一回作ろうということで、今回なんとデザイン対決を、候補は、候補提供デザイナーはこたっちゃん、さっきのすぐりの T シャツのデザインもすぐりのこたっちゃんと、独特の感性を持つ大久保さん、はい、お二人にアイデア出してもらって何個かずつイラスト描いてもらっても1回劇団員で1回戦の投票をやりまして、最後最終候補6個、こたっちゃん3つ、大久保さん3つにまで絞りました。で今からその6種類の中からどれを T シャツにするかっていうのを劇団員で投票して決めたいなと思います。はい、はい、以上が趣旨です。それでは候補を見せてください。大熊さんの方のミク、じゃあ1個ずつ寄ってって、後で1個目がこれ、はい、2個目がこれ、 I love 一撃屋、はい、3個目が一文字一撃屋影、はい、バージョン、はい、はい、前田さんが考えたの以上3つです。こたっちゃんが考えたやつが1個目と2個目、3個目で、じゃあこの6つですかの中から決戦投票を行いたいと思います。はい、1個ずつステージしていて手を挙げていきましょうか。はい、じゃあ、ちなみに私は今日不参加のいっちゃんと、久野さんからも票を預かっておりますので、山本からも、はい、さっき LINE 来ました。タグさんも挙げてもらう、あとタグさんもじゃあ入れてください。急遽、まあ、前提としてはこれはお客様の手に渡る売り物になるものですので、今後の一撃や挟み込み、そういう意味で劇団 T シャツということです。今後ですね、今後でも演技で未来英語ではないの、またなんか取り切れたら、取り切れるまでの、なんかあれですよね、これ俺らのこのこれを元にした T シャツをもう一回デザインする、もう一回、はい、原案です、はい、原案ですって、これはベースね。じゃあ原案で行きましょう。どこから行きましょう。ここは何のから行こう。はい、じゃあ言ってってどれ。1票です。1票だよ、はい、I love 一撃屋、じゃあ1人、はい、じゃあ手を挙げてください。おお、じゃあ3票、ここ3票、お子さんが入れへんかった、一応しよう、はい、ありがとうございます。じゃあ次、一文字一撃屋、はい、1 1 1 1くん、ゼロ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 、1くん、見た目がでかいかったのに、はい、じゃあこれ、その1個上から、はい、これ、これ、はい、2票、はい、これに私の票と草野さんとピッチャーから預かってますんで、そうです、はい、わ、5票、もう終わった、じゃあ決定や、それをアップで、これを元に、影で全然、影で全然見ない、影で全然見ない、人来ないで、影で全然、これね、何が言いたい、あのね、これね、アイラブ一撃屋にしたいんですよ、私、あ、中に、だから、なるほど、だからコラボレーションしたい、コラボレーション、いいことじゃない、ということ、情けか、それを一文字でやって、一文字でやって、ということで、ここからベースに、ここを発想のスタートからして、まあね、どう仕上がってくるか、またお楽しみに。6人の悩める観客の受付で多分販売されると思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。